5月6日、ルイス・ネリ選手との対戦で東京ドームを熱狂させた、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手、スーパーバンタム級では初となる防衛戦に、見事6ラウンド TKO で勝利を収めたばかりですが、すでに次戦に注目が集まっています。次戦は9月に行われる予定になっていますが、対戦相手が誰になるのかという話題に加え、階級をフェザー級に上げる可能性まで浮上しているといいます。というわけで今回は、井上選手の次戦の可能性についてを中心にご紹介していきましょう。ぜひ最後までついてきてくださいね。初防衛戦の試合後のインタビューで、次戦は9月頃、と発言した井上選手。その際、会場にいた IBF、WBO スーパーバンタム級1位のサム・グッドマン選手もリングに上がり、次戦での対戦に意欲を示しました。対する井上選手もグッドマン選手と握手を交わし、次戦に向けてしっかりやっていきたいと語りました。次戦にグッドマン選手との対戦がほぼ決定していたように思えましたが、グッドマン選手の陣営が12月の対戦を希望しているため、9月に予定している試合は元 IBF スーパーバンタム王者のテレンス・ジョン・ドヘニー選手との対戦が有力視されているようです。彼は井上 VS ネリ戦において、ネリ選手が失格などで試合に出場できなくなった場合に備えてリザーブに起用されていた選手です。現時点で井上選手は絶対的な強さを追求したいという思いから、年内はスーパーバンタム級にとどまり、防衛戦を重ねる意向を示していますが、次戦のマッチメイクが混迷するようであれば、新たなプランが必要になるかもしれないのです。その新たなプランの一つとして挙げられているのが、フェザー級へ階級を上げることだといいます。海外メディア DEXERTOのショーン・バコーミック氏は、井上には有力なオプションがいくつも用意されていると語り、9月にイギリス・ロンドンにあるウェンブリー競技場でフェザー級王者と対戦する計画があることを示唆しました。同メディアは、井上が体重を増やすことを統括団体に伝えた場合、 WBO は彼をベルトへの指名挑戦者にする可能性が高いと指摘。井上選手に敗れたネリ選手は階級を上げたことで WBO 7位にランクインしていますが、井上選手は1位となり、すぐにメキシコ出身の WBO 世界フェザー級王者、ラファエル・エスピノサ選手との対戦に挑むことになるようです。スーパーバンタム級で世界4団体統一、そして防衛を成し遂げた井上選手は、まさに、向かうところ敵なし、その現状から、より多くの強敵がいるフェザー級こそが、最適。という声も多くあります。階級を上げて、さらに進化する井上選手の姿を見てみたいですよね。数多くの名選手を指導してきた、メキシコ人名トレーナーのイグナシオ・ベリスタイン氏は、メキシコのスポーツメディア、IZQUIERDAZO で、井上がフェザー級に階級を上げれば、すべての選手が震えると思う、と断じています。メキシコ出身の IBF 世界フェザー級王者、ルイス・アルベルト・ロペス選手を引き合いに出し、スタイルの相性は悪いかもわからないな、打撃はフェザー級でも非常に強い、と理由を述べるなど、階級を上げることについては好意的な見解を示しているようです。また、井上選手の国外進出論を絡めて、次のように熱弁を振るっています。井上が日本から出てこないといけないということはない。なぜなら彼は、その必要がないことを十分に証明している。その必要が出てくるのはフェザー級にジャンプした時だと私は考える。もちろんアメリカは彼が稼いでいる金額以上の金を支払わなければならないだろう。日本での彼は毎試合400万ドルから500万ドル以上を稼いでいるんだ。そして私はフェザー級のどの選手にも彼は勝てると思っているよ。彼のネームバリューが何であれね。ベリスタイン氏が引き合いに出したロペス選手本人も井上選手との対戦を熱望している様子で、ドリームファイトと銘打った仮想ポスターを井上陣営に無断で制作し、自身の公式 X で公開。 SNS 上で反響を呼び、ちょっとした騒動になったようですが、それだけ試合の実現を強く望んでいることがうかがえますよね。ロペス選手をプロモートしているトップランク者のボブ・アラム氏も井上選手との対戦について示唆していました。ネリ戦の前に、井上選手にどんな未来が待ち受けているかは試合結果を見てからと前置きした上で、あらゆる選手に体格のリミットがあり、力を維持する力も決まってくる、大橋会長と話したが、年内はスーパーバンタム級でいようという話がある。その後に、
もしかしたらロペスと対戦するようなことがあるかもしれないと、井上選手とロペス選手の対戦の可能性について言及しました。そしてイギリスの大手プロモーションマッチルームボクシングのエディ・ハーン氏はアメリカのスポーツサイト YSM スポーツメディアの YouTube チャンネルのインタビューで、アメリカ出身の WBA 世界フェザー級王者のレイモンド・フォード選手との対戦の可能性について語っています。井上はどこかの時点でフェザー級に階級を上げるだろう。それはレイモンド・フォードがスーパーフェザー級に階級を上げる前に行うフェザー級での試合になるかもしれない。ビッグマネーのイベントになるのは明らかだと明かしました。フォード選手は16戦15勝 8KO1 分の戦績を持つサウスポー。スピードがあり、左のストレートに KO の威力も持っています。2023年4月に元 WBO 世界スーパーバンタム級王者のヘススマグダレの選手に判定勝利し、2024年3月に WBA 世界フェザー級王座決定戦で最終ラウンドの終了間際にオタベクホルマトフ選手を TKO で下しベルトを獲得。またハーン氏はアメリカ出身の軽量級のスター候補と言われるジェシーロドリゲス選手との対戦についても言及しています。私は昨日フェニックスでロドリゲスと井上の対戦について話した。ロドリゲスはどこかの時点でバンタム級に階級を上げる。ただ井上が大きくなりすぎており、今はスーパーバンタム級の選手になってしまっている。パウンド4パウンドのランクインしているロドリゲス選手が階級を上げるにしても井上選手に追いつかないため、現時点においてより可能性の高いフォード選手との対戦を実現させたいようです。ビッグマネーが発生するだけに、井上選手の争奪戦では負けられないという気持ちがあるのかもしれません。同時にハーン氏は井上選手がフェザー級に上げることに対しては警告を発しており、井上が打ち負かされる唯一の形は階級を上げすぎることだ。それはボクシング界ではよく見られることで、ロマチェンコでさえも彼にとって少し大きすぎる選手たちと戦った時に打ち負かされ始めた。彼はスーパーフェザー級の選手で、フェザー級の選手でもあった。それは階級を上げてきた選手たちの多くが目の当たりにしてきたことで、おそらくそれは8月にスーパーウェルター級に階級を上げて世界王座に挑戦するクロフォードにも起きることだろう。そしてフォード VS 井上でもそれが起きると見解を示し、井上選手との対戦が実現した場合、フォード選手が勝つと宣言しています。そのフォード選手は6月1日にサウジアラビアで行われるビッグイベントのアンダーカードでイギリス出身の強敵ニック・ボール選手との防衛戦を控えており、ハーン氏も井上との話はまずはニック・ボールを片付けてからだと語っています。井上選手の階級について大橋秀行会長や父親のマワレトレーナーはハーン氏の見解とは異なり、フェザー級までの階級アップはむしろスピードが生きると太鼓判を押しています。ハーン氏が例に挙げたウクライナ出身の3階級制覇王者のワシル・ロマチェンコ選手はフェザー級のベルトからスタート。かつてのパウンド4パウンドの絶対王者と呼ばれていた彼はライト級に階級を上げてからに敗しています。選手が力を最大限発揮できる適正な階級があり、どの階級で戦うかという選択はボクサーのキャリアを大きく左右すると言えそうです。当初井上選手は9月にグッドマン選手との防衛戦を行い、12月に WBA の指名挑戦権を得ているウズベキスタン出身のムロジョン・アフマダリエフ選手との対戦を予定していましたが、9月にグッドマン選手との対戦がなくなった場合、ドヘニー選手が代役になる可能性があるなど、次戦の行方は不透明です。すでに対戦を熱望しているフォード選手、ロペス選手、そしてメキシコ出身の WBO 世界フェザー級王者ラファエル・エスピノサ選手、同じくメキシコ出身の WBO 世界フェザー級正規王者レイ・バルガス選手、またアメリカ出身の暫定王者であり人気の高いブランドン・フィゲロア選手も挑戦を待っているという状況です。さらにサウジアラビアの娯楽庁長官であるトゥルキ・アラルシク氏は井上にとってチャンスは豊富にあると話し、 WBA 世界ライト級王者のガーボンタ・デイビス選手とキャッチウェイトでのドリームマッチを提言するなど、ボクシング界の軽量級は井上選手を中心に回っていると言っても過言ではありません。スーパーバンタム級において対戦する相手がいなくなった場合、ファンや関係者が期待するようにフェザー級に階級を上げる可能性は高くなるでしょうから、
今後の動向に注目です。ではグッドマン選手の陣営はなぜ9月ではなく12月の試合を望んでいるのでしょうか。当初はグッドマン選手自身も、私は1年以上も指名挑戦者だ、井上はベルトを返上するか私と戦うかを選択するしかない、ベルトが欲しくてここまで戦ってきたし絶対にやろうと発言していたのもあり、対戦は確実かのようでした。そのグッドマン選手は7月に地元のオーストラリアで調整試合をする予定があり、試合の間隔から考えても9月の対戦は厳しくなります。2団体で指名挑戦権を持っているにもかかわらず井上選手との対戦を延期し、ノンタイトル戦を挟む理由は母国での興行開催を望んでいるからのようです。グッドマン選手と契約するオーストラリアの興行大手の LIMITBOXING のプロモータージョージ・ローズ氏は、我々はオーストラリア開催を推し進めるつもりだと断言。実現できたならこれはオーストラリアのボクシング界だけでなくオーストラリアのスポーツ界にとっても大きな出来事になると自国での開催に向けて調整をしたい意向を示しています。井上選手との対戦はグッドマン選手にとっても絶好のチャンスであり、さらに母国での開催を望む気持ちは理解できますが、挑戦者という立場からも王者である井上サイドの条件を飲むのが常識のように思えます。また井上選手とのタイトルマッチより調整試合を優先するということから、井上選手との対戦を恐れている、もしくは戦う自信がないと受け取られても仕方がないかもしれません。真意は分かりませんが、対戦が実現した際は井上選手と握手を交わした時のような強気で戦う姿を見せてほしいですね。井上選手の次戦について注目が集まる中、パウンド4タウンドランキングの変動も話題となっています。日本時間で5月19日世界ヘビー級4団体統一戦が行われ、イギリス出身の無敗王者タイソン・フユーリー選手とウクライナ出身のオレクサンドル・ウシク選手が対戦。無敗だったフユーリー選手をウシク選手が判定で勝利したことが評価され、3位から1位に順位を上げました。井上選手は5月6日にネリ選手に勝利したことで2年ぶりにランキング1位に返り咲いたばかりでしたが、この短期間で1位を譲る形になってしまい、現在2位、3位は2位から順位を落としたアメリカ出身のテレンス・クロフォード選手です。またアメリカの専門メディア BOXING ソーシャルは4団体統一をしたチャンピオン5人のランキングを発表。1位は牛久選手、2位はクロフォード選手、3位は女子ライト級のケイティ・テイラー選手、4位に井上選手がランクインしています。男子で3位につけた井上選手については、井上の功績を考えると4位にランク付けするのは大罪に思えるが、少なくとも今のところは彼よりも上位の選手たちを上回るには十分ではないと指摘しています。さらに井上は当然ながら世界的スーパースターであると考えられている。しかし4ベルト時代に偉大なファイターとして浮上するにはフェザー級でもこのフォームを再現しなければならない、彼にはそうする時間があると伝えています。井上選手の階級についてはファンの間だけでなく世界からも大きな関心があることがわかりますし、再びパウンド4パウンドのトップに立つにはやはり階級を上げることが求められるのかもしれません。2023年7月に WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチでスティーブン・フルトン選手に勝利した後、同年9月井上尚弥 ×LEMINO プレミアムトークショーに出席した井上選手は階級について次のように語ってくれています。フェザー級に上げるまでにはまず2年ぐらい必要かなと、2024年は3試しはやりたいと思っているので2025年くらいにフェザー級に行ければとぼんやりと考えています。32歳からまたフェザー級を作って35歳ぐらいでラスト1試合ぐらいスーパーフェザー級に臨めればなという感覚ですね。また35歳での引退を示唆していた井上選手は、34歳でも自分のパフォーマンスが落ちているようであればもうそこは考えます。ただ35歳になってもまだまだパフォーマンスが上がってるなと感じたら辞める必要はないと思いますし、そこは年齢じゃなくて自分のパフォーマンスがその時どうなっているかというところだと思います。と自身のキャリアについても言及。階級を上げるタイミングは分かりませんが、フェザー級で戦う井上選手が見られる日も
そう遠くはないかもしれませんね。強さを証明するだけでなく、対戦相手をリスペクトし、観客が満足できる試合を見せることを常に考えている井上選手。日本のみならず、世界のボクシング界を間違いなく動かしていくことでしょう。いかがったでしょうか。今回は井上選手の次戦の可能性についてを中心にご紹介してきました。皆さんはどう感じましたか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺りで。